世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターの桜井美希です。私たちの日常生活でとても身近に存在するコンビニエンスストア、食料品や飲み物が買えることはもちろん、便利なサービスも提供しています。ただ便利なだけでなく、コンビニ限定の商品が販売されたり、興味を引くキャンペーンもたびたび実施されていたりして、ついつい立ち寄ってしまう方も多いのではないでしょうか。それは日本を訪れた外国人にとっても同じようで、日本のコンビニはすごいと、訪日外国人にもコンビニの評価は高いのだそうです。今回はあるアメリカ人男性が日本滞在中にコンビニで経験した体験談と、それに対する海外の人たちの反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それではまず、アメリカ人男性が体験したエピソードをご紹介しましょう。俺は今仕事で日本に来ているんだ。日本は街もとても清潔だし、電車やバスなんかの交通機関は時間通りにぴったり来るし、初めは日本での生活に不安もあったけど、今では快適に暮らしているよ。便利なものといえば、やっぱりコンビニエンスストアだな。俺の国にもコンビニはあるけど、日本のコンビニは全く違う店だね。食べ物や飲み物はもちろんだけど、アルコールまで売ってるのには驚いた。銀行の ATM もあってお金を引き出せるし、清潔に掃除されたトイレも自由に使えるんだ。コンビニでできないことはないんじゃないかって思うぐらいサービスは充実しているし、しかも24時間営業していて、このサービスがいつでも受けられるのには本当に驚きだよ。俺がいつも利用しているのは、朝食用にパンとコーヒーを買うのと ATM を使うことが多いかな。そんな日本のコンビニセブンイレブンに行った時のことなんだけど、その日はアイスクリーム、飲み物、パンや惣菜といつもより多くいろいろ買ったんだ。すると会計が終わった後に、レジの店員がぬっと俺に箱を出してきたんだよ。箱は30センチ四方ぐらいの段ボールの箱で、ペットボトルが入るぐらいの大きさの穴が開いていて、中には何か入っているようだった。箱には何やら漢字で書いてあったけど、俺には全く読めないし、店員も早口で何か言っているけど、全く聞き取れない。困惑して反応できずにいると、店員はまた早口で何か言ったかと思ったら、指を2本立てて、箱をずいっとさらに俺の方に押し出してくる。全く訳がわからないし、何をすればいいのか理解できずに困っていたら、店員は俺が何もする気がないと感じ取ったのか、その箱を元の場所に戻したから、俺もそのまま店から出てきたんだ。店員は何をさせたかったんだ？あの箱は一体何なんだろう？アメリカのセブンイレブンでは、あんな箱を出されたことは一度もないんだけど、日本のコンビニは最高だと思ってるけど、全く理解不能な経験だったよ。あの謎の箱の正体を知っている人はいる？日本人の私たちからすると、ああ、あれのことね、とすぐに察しがつくかと思います。それではこの問いかけに対して、海外の人々からはどのような声が寄せられていたのでしょうか。その一部をご紹介します。海外の反応。何の箱かわからないって？本気で言っているのか？みんなあの箱に手を入れて魂をかけた戦いをしているのさ。え？どういうことだよ。箱のサイズからして何かを測るものにも見えたんだけど違うのか？はは、魂をかけた戦いか。そうとも言えるな。君が差し出された箱はくじ引きの箱じゃないかな。700円以上買い物をしたらできる抽選くじが入っているんだよ。俺もセブンイレブンでヌードルを一袋当てたことがあるよ。マジかよ、全然知らなかった。店に戻ってそれを伝えたら、まだくじ引きをさせてもらえるかな。また700円分買い物をすれば多分。穴の開いた箱なら何かを入れてくれってことじゃない？指2本のサインだから2ドル寄付してとか。700円くじだろ。箱の中に手を入れて2回カードを引けって言われたんだと思うよ。あれいいよな。
俺の国のセブンイレブンでもやってほしいよ。当たれば無料で商品がもらえたりするよ。以前酒と書いてある抽選箱を見たことがある。あれは多分アルコール関連の商品が当たるやつだな。え、あれって何か当たるものなの？私もよくわからず引かされたけど、謎のカードを渡されて終わったわ。それはハズレ券だね。お通しもそうだけど、日本のサービスは他にないから、俺たちには理解できないものが多いよね。でもなんで700円なのかしら。お茶とおにぎり2つじゃそこまでにならないし、ちょっと微妙な金額よね。セブンイレブンのセブンから取ってるんじゃないか？俺はおにぎりに加えてホットスナックやお菓子も買うからすぐ超えちゃうけどね。僕はエヴァンゲリオン仕様のライススチーマーを当てたことがあるよ。使わないし必要もないかもしれないけど、僕にとっては持っているだけで十分に最高なやつなんだ。何かしら当たるのは嬉しいけど、毎回しょうもないコーヒーばっかり当たるんですが、たまにはもっといいもの当てたいよ。セブンイレブン以外のコンビニでも割と抽選ってやってると思うけど、今までやったことなかったのか？一度もないよ。日本語しか書かれていないし、逆に他のみんながあれを抽選だって気づけたのかが不思議なくらいだ。抽選の箱って言ったら、俺には透明のケースに入ったもののイメージしかないな。中身の見えない箱を差し出されたら不気味に思うだろ？日本のバラエティだと、見えない箱の中身を当てるってゲームがあるよね。生き物が入ってたりするから、それを知ってたら確かに怖いかも。以上が海外の人々の反応でした。購入金額が700円ごとにくじが引ける、いわゆる700円くじを始めたのは、セブンイレブンが最初だったそうですが、一時は多くのコンビニで同様のくじが行われていた時期もあり、現在でも抽選箱からくじ引きではないものの、700円分の購入ごとに参加できるキャンペーンが実施されています。コメントでも触れられていましたが、なぜこれらのキャンペーンで設定されている金額が700円なのか、皆さんはご存知でしょうか。2017年4月に日本経済新聞が掲載した客単価が上昇したという内容の記事によると、コンビニにおける客単価の平均金額は24ヶ月連続で増加しているものの、約610円となっています。これは会社員や学生が昼食を取るために500円のお弁当と100円の飲み物を買い、それに消費税が乗ったものの平均額だとすると、とてもイメージしやすいもの。しかしこれは来店客の買うもののパターンが決まってしまっていることを表しているのです。そこで店舗側は少しでも購入金額を増やすため、ついで買いを促す目的で、購入金額が700円ごとにくじが引けますよとキャンペーンを行うのだそうです。いつもの買い物よりもたくさん買う必要はなく、いつもの買い物にプラスしてガムの一つでもヨーグルトを一つでも買えばくじを引く楽しみが増えるという、お客さんにとってもハードルの低さがこの700円くじのうまいところだと言えるでしょう。こうして人気を博したくじでしたが、ご紹介したエピソードのような箱から抽選券を引くスタイルは近年では行われていません。これには2020年に国内で最初の感染者が確認された新型コロナウイルス感染症が大きく影響しています。感染防止のために極力他の人との接触を減らすことが求められている中、箱の中に不特定の人たちが手を入れて誰が触ったかわからないくじを引くというのを実施するのはなかなか難しいですよね。セブンイレブンではパンデミック以前の2019年10月から12月に実施された700円くじ以降、中止しているそうです。アプリを利用したものや、レシートに記載した QR コードを読み込むなど、それまでと違った形で継続しているコンビニもありますが、700円くじに代わって、現在多くのコンビニで実施されているのが、1個買うと1個無料というキャンペーンです。これは例えばコーヒーを1本買うと、同じ商品か同じコーヒーブランドの違うフレーバーの商品を1本無料でもらえるというような内容で行われています。700円くじでは当たる商品はランダムなので、利用客から見れば普段なら自分では買わない商品が手に入る面白さもある反面、景品となる商品を提供するメーカーから見れば
自社商品に興味を持ってくれる客層に届くかどうかはわからないものでした。しかし1個買うと1個無料では、少なくとも自社の商品を選んで買ってくれているお客さんにいつもとは別の商品を提案する形で試してもらうチャンスが広がるのです。時代に合わせて次々と新しく展開されるコンビニのキャンペーンですが、これからも一体どんなキャンペーンが実施されるのか楽しみですね。桜井はコンビニで出てきたレシートにお茶1本無料プレゼントと書いてあり、もらったことがあります。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。